今回は、フルンティングを取得すればできることを見ていきましょう。フルンティングは、主人公が常に2回行動し続けるということで、短期戦からフルオート、高難易度まで全てで使い道があります。前半では、古戦場での編成例を、後半では、高難易度での編成例を紹介します。まずは、古戦場での肉集め編成を見ていきましょう。両面かぐやの攻撃のみとなっています。主人公が2回行動するので5人で攻撃していることになり、両面かぐやでも2400万ダメージを出すだけならば簡単になります。当然両面かぐやは要求値が高いので、ダメージが足りない場合は片面かぐやなどにすると良いでしょう。また今回は皆無ハイランダーにしていますが、ジーク探検染めやウリエル拳を入れていくと、基礎火力が上がるので、硬直を短くできます。ちなみに、2回行動した場合の連撃硬直は、2回の行動のうち長い方、すなわち、今回は両方とも TA なので、TA1 回分の硬直時間になります。次は、90ヘルの編成例を見ていきますが、肉集め編成を比較的組みやすいものにしたので、90ヘルは逆にガチの編成にしてみました。それではご覧ください。効率的な水分補給を。行くぞ、そこ邪魔するな。せい、くらえ、せい。そう、せい、せい。両面かぐやの1ポチ攻撃になっています。90ヘルは防御値14の HP 4200万ですが、防御値15のシングルはムドゥスで4700万ダメージも出せています。これに関しては当然フルンティングも強いのですが、水ギラジエルがあまりにも強すぎます。ニアビで土属性攻撃力 50% アップ、 TA 率 50% アップ、追撃 20% を付与しつつ、フラウムが10の時は、余ダメ10万上昇を追加し、さらに、自身は3ヒットの乱撃になります。また、サブリナも工場キャラとは思えないほどの性能をしています。攻撃開始時、自分の HP が最大ならば、追撃 20% 1回と TA 率 100% アップを付与するので、武器で連撃率を盛る必要がありません。さらに、通常攻撃時 HP が最大ならば、ニアビが自動発動し、アビダメを与えつつ、攻防 25% ダウンデバフを付与し、後続のダメージを底上げできます。しかも、剣得意なので、フルンティングを持った主人公と同じであり、オメガ剣や極性剣の恩恵を効率よく受けることができます。以上より、サブリナは、肉集めから90ヘル、95ヘルまで活躍する優秀なキャラであり、作地家の優先度も高いです。次は、95ヘルの1ターンフルオート編成を見ていきましょう。それではご覧ください。フルンティングをグローリーで持つと、1アビが、1ターンの攻撃大幅アップになります。効果時間が1ターンなので、2回行動両方ともに乗ってくるのが強いです。さらに、グローリーの極地アビである、
玉光剣では、剣または刀得意のキャラに2回行動を付与できます。メイン武器がフルンティングで固定されるため、1ターン編成でよく使われる巨砂終末を持つことはできませんが、玉光剣のおかげで全く問題ありません。今でも短期編成に入ってくるクリスマスナルメアが刀得意ですし、先ほど紹介したサブリナは剣得意であり、短期編成で強いキャラに2回行動を付与できるというわけです。次は、150Hz と 200Hz フルオートについてですが、編成は全然考えられていないので、なぜフルンティングが強いのか解説していきます。150Hz ならまだしも、200Hz フルオートを火力でゴリ押すのは難しく、フルオートに適性のあるキャラが入ってきます。土属性で言うと、毎ターンディスペルと攻防累積デバフをばらまけるサチュロスや、マウント、攻撃デバフ、水属性ダメージ 70% カットをばらまけるアルルメイヤがいます。これらのキャラは、フルオート適性が高い一方で、火力は相当低いです。その結果、一戦あたりにかかる時間は長くなりますし、火力が低い分、回すターンが多くなったせいで壊滅なんてこともありえます。そんな中、フルンティングを持った主人公は、圧倒的な火力を叩き出すことができるので、他3キャラを、火力は低いもののフルオート適性の高いキャラにすることができるというわけです。その際、よく使われるジョブはベルセルクです。1ターン目だけ火力を出したい場合はグローリーが使われますが、安定して高火力を出し続けたい場合は、ウールブヘジンとビーストファングがあるベルセルクが使われます。実際、去年の土子戦場でも、フルンティングを持ったベルセルクが猛威を振るっていました。さて、ここからは高難易度マルチについて見ていきましょう。まずは、ディアスポラ HL フルオートです。私が実際に使っている編成は、こんな感じでカオスルーダーにフルンティングを持たせています。ディアスポラ HL フルオートが安定しない一番の理由は、弱体11個予兆にあります。37ヒットは余裕で解除できるのですが、弱体予兆は難しく、CT 技からの灼熱デバフのコンボで壊滅なんてことはよくあります。そこで、うまいこと編成を調整することによって、400万貢献度までに飛んでくる予兆が2回とも弱体予兆であっても解除できるようにしています。特に、ブリークディスオーダーというアビリティは、敵のデバフが12個以上の時、通常攻撃後に自動発動し、デバフを3個入れられます。そして、フルンティングを持っているので、2回行動し、主人公だけでデバフを6個も稼ぐことができます。それ以外のデバフの稼ぎ方は、実際の動画をご覧ください。酔い闇を呼ぼう。消え。で、で、ギャッ。手を貸そうか。せ、で、せ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 。じゃあ、か、か。邪魔。私の力を役立ててほしい。で、せっやっ。そうそうか。さっさと逃げたい。うわあ。めんどくせえ。オラオラオラ！ドリドリデイ！うわあ！それデイデイ！せでで！そうじゃか！俺も続くね。逃げないんだ。
それそれそれでせんやっ邪魔酔い闇に飲まれるがいい消えでやっ手を貸そう取り詰めてやっやっでやそこかっ最後はルシゼロです。闇子戦場の時はおサボりしてしまったので土子戦場に向けてノラルシで5回クリアしてきました。その時の編成はこのようになっています。アルルメイヤと最終皆無の相性が良すぎてめちゃくちゃ安定していましたし無限に動くことができます。火力面から見ても予兆解除面から見てもフルンティングがぶっ刺さっているのでなしでやるのはかなり厳しいのかなと思います。少なくとも他属性でルシゼロにがっつり慣れておかないとほぼキャリーみたいになりそうです。ここで安定していたとは言いましたがアビポチの順番には注意が必要です。ただでさえリンゴの処理でアビポチの順番が重要なのにカイムさんアビが最初に押したアビリティに応じて変化してしまいます。そこで私はリンゴが付与される1ターン目や 60% そして予兆や試練ごとにいつどのアビリティをどの順番で押すのかを事前に全て書き起こしてやっていました。そのメモについては、他の人が見てもわかるように、修正したものをブログかどっかに投稿しようかなと思います。ということで、今回は、フルンティングを取得すればできることについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。